お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯はカツオのたたきとね、かっぱ巻きでございます。結構ね、まあ例えがちょっとね、見つからないんですが、前からですね、カツオが食べたくて食べたくてしょうがなかったんですよ。ところがですね、最近スーパーでもなかなか見かけなくてですね、ようやくね、カツオのたたきがね、見つかりましたのでね、購入してみました。でね、お吸い物ですね、玉ねぎのお吸い物を作りました。ちょっとね、これお吸い物には見えないんですよね。スープみたいですけどね。で、お酒の方は銚子のサイダー割りでございます。これを食べて飲んで、明日の仕事の、1時間弱のライブで、ね、頑張りたいと思っております。特に今日はね、コメントがございませんが、ひょっとしたらですね、プロ野球カードを、今日購入するかもしれません。ので、次のね、プロ野球カード開封動画は9月になるかもしれません。で、またですね、もうすぐですね、プロ野球カードね、2022年の版のプロ野球チップスカード第3弾も出ますのでね、それもね、購入していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。